こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャス。私は勇者のユウちゃんだよ。今日は、ショットガンについて解説しようと思います。ショットガンとは、ついに、浦飯ユウスケの技の解説にも踏み込もうというのですか。美しい又岡鈴木が作った武器についてやった方が面白いかもよ。ふわー、魔国名山剣ですか。まあそれは冗談ですが、ショットガンは散弾銃のことね。まあそうだよね。そういえば、これまで武器の解説をやってきた中では、ショットガンってあまり登場していない気がする。ショットガン自体は、16世紀の半ばくらいからありました。しかし、本当の意味で戦場で活躍するのは20世紀に入ってからですね。20世紀に入ってからですか。新しすぎる。ショットガンは、運用が難しい点もあったのです。武器としては微妙だったってことなの？戦場でも使われていたんですが、活躍したりしなかったり、微妙な感じだったのです。ふーむ、そうなんだね。それでは、ショットガンの歴史を見ていきましょう。今回はショットガンの歴史と、チート扱いされたモデル1897というショットガンについて解説していきます。ショットガンって、どんな歴史なんだろうか。ショットガンは、もともと狩猟用として使われていました。ファウリングピースという鳥を撃つための散弾マスケットが最も古い散弾銃と言われています。狩猟用のマスケットか。歴史上初めて登場した戦闘用のショットガンはブランダーバスです。前に一度だけ動画で登場したけど覚えているかな。全然覚えてねえや。ドラゴンと竜騎兵の回で解説しました。中世を過ぎた16世紀以降、戦場で竜騎兵という騎兵が登場します。竜騎兵とは、重火器で武装した騎兵です。彼らが装備していたのが、ブランダーバスというショットガンです。そうだったっけな。竜騎兵が装備していたブランダーバスは、竜が火を吹いてるように見えたので、ドラゴンという名前で呼ばれていました。ドラゴンを装備していたから竜騎兵ってわけなんだね。そうよ。このドラゴンという武器が、歴史上、戦場で初めて使用された散弾銃になります。これが最初のショットガンってわけか。ブランダーバスは、ラッパのような形をしているので、ラッパ銃とも呼ばれています。口径が大きく、石ころや鉄くず、釘など、何でも適当に詰めて発射するような銃です。石ころって、確かに散弾できるかもしれないけど、雑すぎるよ。とても雑な銃でした。馬に乗った状態で、少しでも命中率を高めるため、ブランダーバスのようなショットガンが使われたのです。馬の上は揺れるし、狙いをつけるのが難しそう。しかし、強そうな名前に反して、ドラゴンはかなり性能の悪い銃でした。射程距離が30メートルほどしかなく、戦場ではほとんど活躍できないというか。30メートルじゃ、射程が短すぎるね。当時、歩兵のマスケットでも、80メートルほどの射程がありました。集団でマスケットを構えている歩兵軍団に、30メートルまで接近するのは自殺行為だったのです。どう考えても、蜂の巣にされてしまう。確かに、これでは活躍できそうにないね。ブランダーバスは近距離戦で活躍しました。海賊がよく使い、船の上などの狭い空間で戦うときは役に立ちます。このラッパの銃は、海賊とかが持ってそうなイメージだよ。また、警察組織や用心棒、山賊、旅人などにも携帯されました。戦場で使うっていうより、護身用の武器っていう感じなんだね。散弾銃は、弾が広範囲に発射されるので便利なのですが、射程の問題がありました。そういうわけで、戦場では使われたり使われなかったり、微妙な立ち位置の武器だったのです。射程が短いっていうのが欠点だったのか。そうよ。でも、ブランダーバス以外でも、戦場で使われていた散弾銃はありました。18世紀以降、バック&ボールというタイプの弾が使われるようになります。これは、普通の単発マスケットに、3発から6発くらい、小さな弾丸を余分に詰めた弾薬です。これって、普通のマスケットで発射したってことなの？普通のマスケットで発射していました。バック&ボールは、18世紀から19世紀半ばにかけて使われていたと言います。ブランダーバスと違って、マスケット用の弾薬ですね。なるほど。ショットガンは、近距離戦が想定される場合のみ携帯するような武器だったのです。じゃあ、近距離戦以外ではあまり活躍できなかったってことなんだ。そうなるわね。重火器の歴史のターニングポイントに、金属薬莢の発明があります。1835年に金属薬莢が発明され、重火器は飛躍的な発展を遂げます。
ライフルはもちろんのこと、ショットガンにも金属薬莢の弾薬が採用され、飛躍的に性能を高めていきます。おう、ショットガンもパワーアップしたのか。アメリカでは1850年、コーチガンというショットガンが誕生します。銃身が2本並んでいるダブルバレルのショットガンです。このようなダブルバレルのショットガンは、現在でも現役の銃です。よく見かける形のやつだ。コーチガンは、西部劇で活躍したショットガンでした。コーチとは馬車のことで、西部開拓時代に馬車を守るために装備されたので、コーチガンと呼ばれています。襲ってきた強盗を倒すための銃ってことか。西部劇というと、ウィンチェスターやシングルアクションアーミーが有名なのですが、ショットガンも相当使われたのです。ウィンチェスターやコルトだけじゃなかったんだね。アメリカ西部や内陸の未開の土地では、法律の及ばない地域もありました。強盗やならず者、無法者がはびこる危険地帯です。護衛のための武器は必須だったのです。馬車強盗とか、列車強盗とか、そういう奴らがたくさんいたんだ。コーチガンは近距離での命中精度が高くて扱いやすく、農家から強盗まで広く使われました。ブリーチローダーのブレイクアクションで2発の弾薬が装填できます。ブリーチローダーって何？ブリーチローダーは高装式、後ろから弾込めできる銃のことです。旧時代のマスケットのような前装式はマズルローダーと言います。ブレイクアクションは中で折れるタイプの銃ですね。スミス&ウェッソンモデル3、スコフィールドみたいなやつだ。ダブルバレルショットガンには2つのタイプがあります。横に銃身が並んでいるタイプと縦に銃身が並んでいるタイプです。縦に並んでるやつもあるのか。横並びをサイドバイサイド、縦並びをオーバー&アンダーと言います。ふむふむ、オーバー&アンダーってデリンジャーみたいだね。サイドバイサイドが基本の形になるのですが、クレー射撃などのスポーツ競技ではオーバー&アンダーが使用されるそうです。サイドバイサイドは見ての通り、リコイルの衝撃が中心からずれてしまうので、競技には適さないのです。おう、なるほど、確かに。コーチガンは、2本の銃身があるので、2連発銃になります。この写真をよく見ると、引き金が2つついていますね。あ、本当だ。それぞれの銃身ごとに引き金がついています。2つの引き金を同時に引くと、2発同時発射が可能です。それはかなり発射の衝撃がありそうだね。危ないんじゃないのかな？そうね。2発同時発射すると反動が強すぎるので誤った操作になります。やはりか。コーチガンは左右の重心を打ち分けるため、右用の引き金と左用の引き金がついているってことなんだ。そうね。1875年には撃鉄が内蔵されたタイプのショットガンも登場します。これはボックスロックアクションというタイプのショットガンです。なんすかそれ。これ多分現代のクレー射撃で使ってるショットガンと同じ仕組みだと思うんです。撃鉄が内蔵されているので、外から撃鉄を起こすことができません。ブレイクアクションで銃を追って、弾を装填した時に撃鉄が起きる仕組みになっています。そんなアクションの銃があったんだ。弾を装填した後は、引き金を引くことで発射できます。左か右、上か下、順番に撃てます。順番ってことは、デリンジャーのレミントンモデル95みたいに、打ち分けるってことか。レミントンとは仕組みが違いますが、似ていますね。レミントンモデル95は上下ダブルバレルの拳銃です。撃鉄がついたシングルアクションで、上下の順番が完全に固定されています。しかし、当時のボックスロックアクションの銃が、どんな風なのかはわかりません。なるほど、わからん。1890年頃には、レバーアクションやポンプアクションの優れたショットガンが登場します。しかし、シンプルなダブルバレルのショットガンは人気があり、個人用のショットガンとして現役の銃です。なるほど。ショットガンはずっと個人用の武器だったってわけなんだ。西部開拓時代になっても軍用ショットガンはなかったの？なかったのよ。19世紀の後半に差し掛かっても、未だ軍用として成功したショットガンはありませんでした。しかし、19世紀の終わりかけ、ついに軍用のショットガンとして成功した銃が登場します。それがウィンチェスターモデル1897です。またウィンチェスター氏が儲けたのか。ウィンチェスターモデル1897は1897年に製造され、アメリカ軍の正式装備になりました。天才設計者と言われたジョン・モーゼス・ブラウニングというアメリカ人が作ったショットガンです。天才ですか？ジョン・ブラウニングは銃火器の歴史のターニングポイントになる人物なので、今後もたびたび登場します。ブラウニングは当時、
ウィンチェスター社に雇われていました。そのブローニングって人が作ったショットガンは優れていたの？かなり優れていました。モデル1897は M97 とも呼ばれ、元祖軍用ショットガンになります。発射薬に威力の高い無塩化薬を使用したポンプアクションの5連発ショットガンです。ポンプアクションは水鉄砲とかでよく見るタイプだね。この M97 は無双しました。1899年のアメリカとフィリピンの戦争、そして発売から20年後の第一次大戦でも大活躍したのです。そんなに無双したというのですか？このショットガンは近距離戦で最強クラスの連射性能を持っていました。引き金を引きっぱなしにしてポンプアクションを作動させるだけで連続発射できるのです。それってリボルバーのファニングみたいな状態ってこと？引き金引きっぱでガチャガチャやるだけで連射できると。そんな感じね。ポンプアクションを前後にスライドさせるだけで連射できました。現代のセミオートショットガンよりも速射性に優れています。なんという速さだ。第一次大戦では塹壕戦がメインになります。狭い塹壕の中ではライフルのような長物よりも尺が短い武器が活躍しました。銃剣よりもスコップ、ライフルよりも拳銃の方が活躍できたのです。ショットガンも活躍したってことなの？ M97 を塹壕戦特化仕様に改良しました。これはトレンチガンと呼ばれ、塹壕戦で無双しまくり塹壕掃除機と呼ばれたそうです。掃除機ってそんなにか。そんなに無双したのか。アメリカと敵対していたドイツからは抗議の声が上がったそうです。アメリカに対し、こんな汚い武器を戦いに使うなと、もうチートやチーターやる損なんと言いました。非人道兵器的な扱いにして使用禁止にしてやろうとしたくらいです。そこまで抗議するとは、よっぽどドイツの被害が大きかったんだね。このトレンチガンが活躍したのは狭い塹壕という特殊な環境下でのことです。有効射程距離は30メートルあるかないかですので、本当に近距離特化の武器なのです。なるほど、ショットガンって近距離戦に適した武器ってことなんだね。武器屋のお姉さん。このようにショットガンは19世紀の終わりから20世紀の初頭になって、やっと軍用として採用されることになったのです。意外と時間がかかったんだ。1880年代を過ぎるまで軍用に使われた正式装備としてのショットガンはブランダーバスしかありませんでした。そうなんだね。第一次大戦で活躍したモデル1897は1957年まで製造され、現在でも普通に使われています。現役なのか。警察組織などで使われているそうです。ブローニングとショットガンの歴史はまだ他にもいろいろありますので、別の動画でやりたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。